そういえば俺ね、あの FC2 ならぬガーシー2のアカウント作ったよ。まあアカウントは作ったんだけど、何するものなのか全然よく分かってないけどね。 FC2 ならぬガーシー2っていうのを、もともと FC2 の創始者のあの高橋理央っていう人が、あのガーシーが YouTube とかバンされたんで、ガーシー専用の SNS のチャンネル作ろうっつって、ガーシー2っていうサイトを立ち上げたんですよ。そうで、まあそこの会員になるにはメールアドレスとパスワードが必要っていうので、まあ無料なんだけど、何やんのかなと思って一応アカウント作ったって感じだね。そう、なんかね、登録自体はメアドとパスワードだけですぐだった。でもそっから何していいのかよくわからない。ガーシー2っていう、なんか GC2 って書いてあったかな。いや、 YouTube の番はだってガーシーはもうだっていつかはなるものだったじゃん。芸能人とかそういう個人情報を取り扱うチャンネルだから、うん、まあ多分おそらく楽天のねえあの人を取り扱ったのが、まあ結局そういうことになるわな。うん、まあ言うて自分が持ってる人脈や自分が関わった人とか自分が持ってる情報を暴露してお金が得られるっていう仕組み自体が YouTube としてどうなんていうのもあったしね。まあ遅かれ早かれじゃない。うん、それがまかり通ったらさ、みんな人を裏切ってさ、あのバン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 上げてさ、でそれを関係ない第三者が見てキャーって笑ったりとか盛り上がったりするんかもしれないけど、うん、これこれの場合はうまいことやってんじゃない。その本人と連絡取ったりとかして、そのまあ一応フォローも入れつつっていうところだから、うん、カバーしてやってんじゃないの。だけどガーシーの場合は一方的にっていうところがあるから、うん、そこの違いはあるんじゃないのかね。うまいよね、だからこれこれの方がね。言うには言うんだけど、一応手は差し伸べて救いの道も作るじゃん。そうだから言われた方も訴えないじゃん。そう、まあ要するに膿を出したみたいな感じで、まあ一時的なネタっていうのもそうだし、引っ張らないから、そのネタを次から次に切り替えていくから、まあうまくいかなかったのはストプリだよねストプリだよね、まあ、そこだけはちょっとこう変な感じになっちゃったけど、うん、出てこないから七森が出てこないから、まあ難しいところだよね。七森が出てきたら結局まあこれこれの手のひらの上で転がされてるというか、まあそこで落ち着けてもね、まあ要するにこれこれ閣下の、いや何なら傘下のストップリみたいになっちゃうやろうからね、勢力図からするとね、勢力のバランスで見るとそうなっちゃうから、多分突っぱね続けるんだと思うよ。ただプライドが許さないんじゃないかなと思う。まああとストップリも別に七森いなくても回るから、まあ七森ファンは寂しいかもしれんけど、ストップリ自体は動くんで、まあ、ほとぼりが冷めるまで静かにしてんじゃない、今年いっぱいとか。まあだけどあの若い女の子の心も日に日に変わっていくからね。ねえ、どんなに若い頃ジャニーズ応援してても、大人になってもジャニーズ応援してる人どれぐらいいるかって言ったら、好きなタイプも変わっていくから、うん、休止が長ければ長いほどやっぱりファンは少なくなっていくと思う。でも七森が引っ込むんだったら新メンバー追加した方がいいよね。動き見せた方がいいよね。そうやってバランス取った方がいいと思うけどね。のりもり、なんで七森の名前継承すんのよ。なんでのりもりってなんかちょっとなんか若干噛むしね、のりもりとか。おかしいでしょ。例えばライブでさ、リーヌくーんとかコールするときに、ジェルくーん、のりもりくーんっておかしくない。なんか何のりもりってねえ、昔の総理大臣の細川みたいなさ。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you です。